阪急5000系電車。阪急5000系電車。5000系電車は、1968年から1969年に製造された、阪急電鉄の通勤系電車である。1967年の神戸本線の河川電圧1500ボルトへの昇圧後に、最初の1500ボルト専用車として新造され、神戸高速鉄道と山陽電気鉄道への乗り入れに、投入された。 2018年7月現在、全車が西宮車庫に配置されて、神戸本線、今津線にて使用されており、6両編成7本と5100系から3両編入された8両編成1本を蘇生している。本項目では解説の便宜上、梅田方先頭車、会、フォーメーションイコール編成の略を編成名として、記述、例。 5000以下8両編成イコール5000回する。神戸線は輸送力増強と、神戸高速鉄道東西線、山陽電気鉄道本線以下、山陽電鉄のり入計画の具体化から、河川電圧が1967年に 600V から 1500V に昇圧された。昇圧完了後の 600V 対応機能の不要による単電圧化。 および居住制や乗り心地向上のための足回りの改善を眼目に新たに設計したのが5000系で合計47両が何は後期で製造された。車体寸法は2000系、3000系の流れを組むが、運転台周りは先に竣工した京都専用3300系での変更に準じている。運転台の車掌台側仕切り窓にはガラスが設けられ、 地下線内での車内放送の共鳴防止を図った。地下線内での避難を考慮し、妻扉と乗務員室仕切り扉の開閉順序が逆になった。扉開閉スイッチは従来は、側面乗務員室扉上の小型ボックスによる押しボタン式であったが、胸元あたりで操作可能な箱型で一本のレバーを上下する方式、開閉に変更された。 これにより、側面乗務員室扉の開き勝手が、従来と逆になった。運転台軽機類の上部に付けられていた丸型のと、平安図等などの確認刀類は、一列で四角い枠にまとめられて設置された。車内放送で使用する、車掌マイクの設置位置は、車内から見て乗務員室、側面上高扉左側から、右側の扉開閉スイッチ真下に移設した。 運転台側にも、車掌マイクが設置されている、後に3000系にも設置。天井のファンデリア枠は、丸型から3300系と同一の角型へ変更された。車内天井の蛍光灯ボックスの間に仕込まれているスピーカーブを拡大、左右とも同じものを設置した、ただしどちらか片側非常灯。電動車は製造当初からユニット方式とされ、 1 0 1 0系、1 1 0 0系までと同じく制御電動車を大阪方とする配置に回帰した。主電動機は3 0 0 0系と同出力の 170kW で 1500V 専用設計の SE-542 を搭載する。駆動方式は WN 駆動方式、歯車比も3 0 0 0系と共通の5.31で、低格速度も高く設定されている。 パンタグラフは1ユニットあたり2機から1機に変更された。台車は 3300K から採用されたダイレクトマウントの空気バネ台車で、住友金属工業製の FS-369、電動台車、FS-069、付随台車を装着する。ブレーキは発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキ、HSCD を採用する。 当初は3両編成を2本つないだ6両編成。MCMTCMCMTC MC の7、編成42両が製造され、神戸本線に配備された。1969年には、連海運用を行うための造結者として、MCMC MC が2両ずつ製造された。1969年秋、最終編成の5012回の6連を7連化して、 宝塚線へ転属させることとなり、5550系不随車を一両製造した。しかし、運転上扱いにくいという理由で、神戸線に戻すことになり、続けての移籍計画は中止された。5550型は5563の一両のみの製造となった。5000系は47両が製造され、その後の増備は試作冷房車の5200系に移行した。 製造当初の編成は以下の通り、番号順に規則的な編成組成がなされていた。1970年末より神戸本線で連結解放運用が始まった。これは6両編成に梅田側に2両を増結して8両編成を蘇生し、編成長が6両に制限される山陽電鉄乗り入れ時には、この2両を三の宮駅で切り離し入線するというものである。 これに伴い、5000回、5 0 0 2回が編成を崩され、新規に製造されたを組み込んで一家のように、再蘇生された。製造、組み込みは前年中で、連結解放運用の開始までは、神戸本線内で8行固定で使用された。5563が組み込み先編成の車両番号を考慮して、飛び番号で製造されたのに対し、今回は製造順に例、 一と番号が付された。連結解放運用はこの4本が5200系の同様の編成とともに限定的に充当された。一方、5200系5200回が製造されたのに、伴い、連結解放運用対象外の編成のうち2本が暫定的に5200系と編成を組んで一家のようになった。ここでは5200系を、で示す。五千六回は、 編成内に5両編成が発生した点、非冷房の5000系編成内に冷房車の5200系が連結された点で非常に得意な存在となった。また、5004回、5005回は5200系が密着式電気連結器を装備していたため、連結解放運用に使用された。1971年、5000系は5012回が宝塚本線から、 神戸本線に再転用され、5200系は5203階が製造され、再び編成外が行われた。が、新たに製造された車両である。5004階と5006階は6両編成に復帰し、5013階は分割の上で新たに連結開放運用に充当されるようになった。1977年12月。 連結解放運用が六線系に置き換えられることになり、それに先立って、同年三月に五線系の連結解放運用編成がもともと6両、編成だった編成も交えて編成外が実施され、四両編成二本の八両編成が五本作られた。上記の通り付随車が一両しか製造されていない。ことから車両が大幅に不足したが、製造終了から時間が経っていた上、 同時期に、機器の構造が複雑な2021系、改造後、2071系の編成解除、付随者化工事が行われていたことから、これらが5550系付随者の代用として5000系に編入されることになった。連結位置は、基本的に上記の5013階に準じていたが、連結解放運用に用いられていた4本は、変則編成となった。 ここでは新たに組み込まれた付随車を出表す。この時編入された2 0 2 1系1 2両はエコノミカル台車と呼ばれる空気バネ台車を装備しており、この改造で2021系の空気バネ、台車装備車両は全車5000系に編入されて消滅することになった。また、当時比例棒であったので転用改造時に冷房搭載改造された。 車内側の衣装は極力前後の5000系に合わせられたものの冷房機は当時の新造車に使用されていた新型機1500カロリー H3 機量が搭載されさらに元戦闘車は運転台撤去跡が残る改造のみで編入されている1979年連結解放運用からの撤退後も 6M に T 編成 他の8両編成は 4M4T のままとなっていた5200系との根結編成が編成外によって6両編成化された。この時5563は5202回に編入され、連結していた2本は製造時の編成に復帰した。ここでは5200系をで示す。また、同年6両編成のまま残った3編成に対して増結が行われ、 全編成が8両固定編成となった。6両編成は長らく、今図線を中心に使用されていたが、西宮北口駅の神戸本線ホーム延長に、伴い南北に断されることになり、それを機に2000系と入れ替わる形で、神戸本線に集結することになった。蘇生順に以下の通りである。この時連結された車両は、2000系は、視線転出で、 2800系は7両編成下で余剰となった車両で特に元特急車の2800系は窓の形状などに大きな差異があった。ここでは2071系を2000系を2800系をで示した。しかし、同年中に発生した六甲事故で廃車された2000系2050の台車を手配するにあたり、他形式を巻き込んだ編成外が行われた。これにより、 5010回の2171が3100系編成に転用され、代わりに2800系の2886を編入することとなった。1987年、後日の車体更新の進捗に伴い、5010回、5012回は改造時に対象から外れた2800系中間車を差し替えるための編成替えが実施された。 ここで長らく5200系の編成内に連結されていた5563が5000系編成に復帰。抜かれた2800系は中間車年室元の5200系や2000系の編成に転用された。ここでは新たに連結された車両で示す。2000年よりリフレッシュ工事が始まった。詳細は後述する。これにより、 順次2000系列付随車を連結した状態で、リフレッシュ入場し、出場時に脱げ車、代わりに、同様の工事を受けた5100系付随車5650、5580形を連結して、下機編成図の状態になった。ただし、5012回のみ2003年に未改造のまま、同じく未改造の5650型を連結し、 2071系を置き換える編成外が行われた。ここでは新たに連結された車両で示す。5012回はリフレッシュまでの約1年間、この編成で使用された。1973年から1974年にかけて、京都線特急車2800系に続いて、冷房搭載工事が施行された。冷房装置は2800系や5200系で採用された。 扇風機併用集約分散式、形式、プー2 2 0百二計8 0 0 0カロリー、h 4機1両であり、冷房ダクトが設置された関係で、屋根が室内側に若干低く、平ら天井になった。屋根状にあった通風ダクト、モニターはパンタグラフの下の部分を残し撤去された。MG は69馬が2両に1台の割合で搭載されていたが、 京都線車両と同様の4両に1台の割合で120、クバを搭載する方式に変更。京都線車両と同様の東洋電気製、TDK3760A が搭載された。台車は重量増加に対応するため、形式はそのままに 5100K 保管心臓冷房車と、同等までに強化されている。連海運用の終了後に8両編成化で、 組み込まれた2021系2071系も、冷房改造が行われ、1500キロカロリー H3 系を搭載した。1984年から1990年にかけて、表示膜設置工事が行われ、戦闘車の前面上部と2071系も含めた、全車両の側面に方向膜が設置された。標識とは倉下に下ろされ、 主別党と尾党が別々に4党新設された。伊丹専用備車となった5000回を除いて4両編成での運用機会はなくなっていたため、この時点で1、8両目に連結されていた戦闘車のみが施行された。5000回中の5040、5030以外の4、5両目の戦闘車は、後にマスコン、ブレーキ、スタッフ切り替え機といった、 運転機器が撤去されて、先頭車としての機能を失っている、乗務員室自体は残存。車体更新工事も行われ、車体の補修や車内化粧板の張り替えなどが施行された。パンタグラフ下に残っていた通風ダクトも撤去、されている。1990年代以降において、阪急電鉄の経営は厳しくなったことから、21世紀初頭までの間は、 新車の大量投入が難しい状況が続いていた。当時3000系や増結用中間車となった2000系列が大量に残存している状況であったため将来的な車両の使用のために製造から30年近く経過した本形式を対象に大規模な更新工事が実施された。全編成がアルナ後期2002年以後はアルナ車両において 新車同様に改造されている。第1号の5010回は2001年に出場、2007年11月に5002回の出場により全編成のリフレッシュが完了した。制御装置は従来の抵抗制御のままである。なおこの更新工事とは別に2014年より全消灯が LED に更新された編成が登場し、現在は全編成への更新が完了した。 編成は以下の通り、掲載順序は思考順とした。括弧内は、改版車の旧車番。5100系より編入の付随車は一括して5570型として扱う。ここでは六連貨の際に抜かれた中間車を、太文字で表記する。五千系は、神戸線に集中配置され、西用電鉄本線スマウラ公園駅への乗り入れ、連海運用に充当された。 宝塚線にも短期間配属されたほか、1970年の大阪万博開催時には、臨時列車として、京都線、千里線での入線実績もある。1977年に、神戸線の連海運用が6000系に置き換えられ、5000系は、新海地までの運用となり、2021系を、付随者として組み込んだ8両編成となった。 六両のまま今津線で運用された編成もあったが、1984年の今津線分断を機に八連化され、神戸本線の配置となった。1995年に発生した阪神、淡路大震災では五経営は特に被害を受けなかったが、五千十二階が岡本三影館で被災し、同区間に閉じ込められ、全線復旧までの間宿川、岡本、後に、 宿川新海地間の折り返し運用についていた。2006年10月28日のダイヤ改正で設定された時速 115km 運転を行う特急 A 特急に5000系は充当されず加減速に優れる本系列は普通運用を中心とすることになり同種別が運行される昼間は運用が限定されるようになっている。ただし A 特急は 日中時間帯のみの運転であり、平日の朝夕ラッシュを中心に、時速 110km 運転の特急には入ることがある。2016年5月に5010回が5580.5581の T 車2両を抜いた6両編成となり、今ず北線専用編成となった。なお、抜かれた T 車は半球のリニューアル車両で、初の廃車、解体となっている。 さらに、2016年6月には5004回が、2017年4月には5006回が、2017年7月には5002回が、2017年10月には5012回が、2018年4月には5008回が、2018年7月には5001回が、今ず北線専用編成となりま。2018年10月現在、8両編成が1、編成。 六両編成が七編成在籍している。全車神戸線西宮車庫所属となっている。2018年5000系の登場を50周年記念として5000回に HM と旧車賞を復刻した記念列車が2018年4月7日から6月30日まで運行され、各種グッズも販売された。2018年7月以降の編成。 矢印は中間に組み込まれる先頭車の運転台。簡易中間化改造車は、撤去後の方向で、は、梅田向き、は、深海地向きを示している。車体あざは、他形式由来の車両。海板による、旧車番は省略した。神戸本線にまず北線。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。